ちは。こんにちは。はい。ゆたかさん、はい。すごいニュースが入ってきました。ああ。見ました？いやー、ちょっと腰が抜けてんだよ。今立てないですか？立てない。びっくりです。なんと去年の MVP のメジャーリーガー、ハーパー選手が巨人入りを希望、ね、まあ、熱望してるというね。そうなんですよ。自分の SNS、インスタグラムで巨人入りをアピールするコメントと、うん、まあ、写真の動画、写真を載っけてるんですけれども、うん、まあ、これ今メジャーリーグの労使交渉がすごく難航しているということもあってということなんですか？だからキャンプもやってないんだよね今。はい、オープン戦も延期されただけじゃなくて、だからやるってなったらキャンプから始めてスタートするから、はい、もう当然試合数は減るということだよ。そうですね。で、その年俸もその減った分だけカットされるというね。そうなんですよね。だから日本でもうそれだったらフルシーズンやりたいということでね、はい、まあ、巨人の熱望。ただハーパーの年俸知ってますか？なんで2018年にのオフにフィリーズと13年、これ3億3000万ドル、379億5000万円で契約してます。まあ、380万だな。約そうです。380億円。億だな。億あんまんじゃないですか。だから今年の年俸が31億なんでしょ、はい、今年が。はい。で、大体割ると1年間で大体29億ぐらいの年俸ということなんですけど、まあ、ジャイアンツだと払える。払いますか？わかんないけど。これは阪神の一軍の年俸より上らしいな、はい、あの全部足したものよりもですよ。いやでも見てみたいよね、はい、まあスラッガーですから。まあでも金の交渉は向こうから言い出しっぺでしょ。こっちが欲しいって言ってるわけじゃないから。はい、向こう。いや、ジャンさん話交渉の余地ありますよって。そうなんです。投げてるわけでしょ向こうが。ということは少しはおまけしてくれるんだ。まあそうですよね、きっと。おまけでも億単位だけどね。どんなおまけなのかあれですけど、50円引いてよって。そういうレベルじゃないか。あの観光地での市場の値切りではない、まあ、5億とか10億の値切りだから。ただ巨人としてはもし仮にですよ、このハーパー選手は本当交渉したいと言ってきた場合、巨人はどのぐらいのお金なら年間、まあ、1年契約をしてしまう。いや、それは分からないけどさ、まあ10は出せると思うんだよね。10億か。半分減っちゃう、半分以上減っちゃいますね。まあ、たださ、サッカー界で言えば、はい、イニエスタっていう選手に32億ぐらい年俸払ってんだよね、うんうんうん、楽天がね、はい、三木谷さんのポケットマネーじゃないかっていう、はい、こと言われてんだけど、はい、出せないことはないとは思うけど、はい、やっぱバランス考えるんじゃないの。ただそれだけのお金払って、ね、いい加減なことされて、アメリカが始まったから帰りますみたいな、うんうんうん、やっぱりね、これは避けなきゃいけないし、はい、どういう人間性で、どういうことで言ってるのかってね、ちゃんとやっぱ調べなきゃいけないよね。そうですよね、うん、ただそのハーパー選手が冗談判断なのか、本気なのかっていうのもあるんですけれども。いや、だけどさ、彼やっぱり注目されてるっていうのは分かってるし、はい、こういうこと書いたら大騒ぎになるし、うん、日本も巻き込むっていうことになってくると、うんうん、それはね、愛にはね書いてないと思う。しかもですよ、そのインスタグラムのストーリーに自身の顔と巨人のユニフォームを合成した写真を載せていて、さあ読み誰が合成したのか。自分じゃないですか。すごいね、技術が。いやいや、だから合成できちゃうんですよ今。いや、それはできるの分かってるけど。やっぱ彼もできるんだ、合成の、ま、技術は持ってる。多分それアプリとか使ってやってるんだと思うんですけど、さあ読売ジャイアンツの皆さん準備できてますか、時間ありますよと。さらに自身の代理人のボラスコーポレーションの連絡先を持っているのを知っていますと、話し合いましょうというふうにメッセージも添えていると。で、外野手です、うん、まあ来たら使うよね。こじ開けて。どこをこじ開けましょうか。いや、どこでもいいよ、外野、うん、誰かがいなくなる。だから丸はもうレギュラーでセンターだと思うんだけど、はい、その彼がどこを希望するかだよね、はい、あ、もう彼優先ですね、まあ、レフトなのかライトなのかね。ライトがいいって言ったら松原がレフト行ったりだとか、はい、こぞってみんなレフトに行ったりとか。それはもう開けなきゃしょうがないけど、そんだけ金払ってんだもん。そうですよね、言うタイプですよね。いや、金払ってるところか、お前実力あるから。だってさっきの MVP ですよ。そうだよ、分かってる、お前大谷クラスが逆輸入で来るっていうことだ。とんでもないですし、そのコロナでどうだか分かんないですけど、球場へのお客さんもすごいですし、だってグッズ持っていいんですよね。当たり前だよ。何お前遠慮してんだ、お前金払って遠慮すんなよ。いや、だからもし仮にですよ、じゃあ何百日かいますみたいになった場合でもグッズを売っていいんですもんね。いや、ジャイアンツのハーバーで知らねえよ、なんでグッズにこだわるんだよ。売れますよ。いや、売れると思うけど、はい、
ただ売り上げは俺にくれって言うかもわからない、うん、そうですよね、そう、わからない、わからないけどもこういうことが頻繁に行われてくると、はい、先の夢は、うん、まあ、アジア圏対アメリカとのワールドシリーズが実現してくるんじゃないかという将来的にも、うん、これ今アメリカが本当開幕もメジャーリーグどうなるかわからない状態で、うんうんうん、その今シーズンが全部なくなるってことはそれはないですよね。いや、それは避けると思うよ。でもし仮にその試合が行われないってなるとお金年俸っていうのは払われなくなる、払われないらしいな、0円、うん、だからやっぱりその変な言い方出稼ぎじゃないですけどちょっと変な言い方だよ言い方ですか、出稼ぎだ困ってねえよ向こう、まあ、でもそうなんですよ。いや、ただやっぱキャリアとしてね、はい、1年間やっぱりできないっていうことはさ、うん、やっぱこう力が落ちるのが怖いと思ってるんだよ多分。あの実践、実践とか、はい、でもその環境を変えてやっぱりやるっていうこともやっぱ興味があるんじゃないの、うん、彼には、うん、あ、だから日本をバカにしてるとかそんなんじゃなくて、はい、やっぱこういろんな人から日本の野球はこうなってるんだよとか、うん、いろんなことで、また大谷がさ、はい、日本から入ってきてあれだけの活躍をする、はい、どんな国なんだろう、ね、どんな野球、まあ、国ぐらいは分かってると思うけど、そうですね、野球の環境ってどうなってんだろうっていうのをやっぱ知っておく、知りたい、はい、まあ、そういう興味もあるんだろうね。しかもそこにやっぱジャイアンツを指名してきたっていうのが、だからよく勉強してるんだよ。そうですよね。だから俺を取れるのは多分ジャイアンツしかないと思ってるんだよ。ああ、金銭的になめんなよってそのシューメーカー投手来るじゃないですか。でもあれだな、多分ジャイアンツしかない、まあ、でもソフトバンクとか楽天とかも可能性としたら残されてるし、まあ、ひょっとしたら DeNA とかも残されてる可能性はある。そうか、そのあたり、うん、お前横浜スタジアムだったら何本打つか分からんぞお前、とんでもない数って帰るでしょうね。いや、お前バカにすんなお前狭いから、うん、まあ、狭いね、狭いから、はい、まあ、かつてねグリエル選手が、まあ、途中で帰っちゃう、グリエルね、グリエルも、まあ、当時はさ、はい、グリエルってあのキューバのスーパースターだったんだよね、うんうん、はい、だから世界的なスーパースターじゃなくて、うん、キューバのスターが来て、うん、DeNA を経て、はい、メジャーに行ったと、うん、でメジャーではまあ今スーパースターになってるけども、はい、それとはまた全然違う。まあまあまあ、そうですよね。もう実績、折り紙付きだもん、こう折り紙。いや、そうですね、その折り紙付きですよね。そうそうそう。ただこれ球団がこの向こうのですよ、いわゆるフィリーズの球団側はこのコメントも知ってると思うんですよ、出したってことは、うんうん、どんな風に思ってるんですかね。球団は思わないよ。ただやっぱりキャリアとしてやっぱり1年間棒に振るっていう、うん、半分しかキャリアとして残せないっていうよりはそれは選手の気持ちは分かってるはずだよ。コロナのせいなんだけどもさ、はい、これはやっぱこうそうやってせっかく言ってくれてるんだったら、うん、取ってあげたいよな。まあ、そうです。いや、取ってあげることによって、はい、そこに着目する選手が他にも出てくるってメジャーリーガーでですよね、うん、そしたら短期間レンタルみたいな、まあ、短期間っていうかその代わり最低1年、2年ぐらいはいてくれというような交渉だよね。やっぱ慣れるのもあるし、でも実力がある人間は、まあ、どこ行ったってやっぱりその実力は発揮しだすよ、うん、ただ環境が変わるとやっぱその慣れるのに時間を要する人間もいるし、うん、はい、だからまあ2年間いたらその実力のほどは見れるんじゃないの。そうですね。テリース側は2年間も巨人には渡したくはないですよね。それはもちろんそうだ。そうですよね。ただその契約をどうするかだよね。豊さんはどうなんだろう。だから380億円でしょ、ね、それを蹴って日本でやるのか。でも380億円ってそんなにいらないだろう。もう気が分からないからいらないんです。銀行に30億あったら十分じゃないか。十分でしょうね。ダメか。いやいや、もうちょっと、ね、欲か。いや、もうね、金額の桁が分からなくて、うん、ちょっと分からないですね。1億でもあればいいと思うんですけどね。まあ1億だったら贅沢できるか。できる。でも30億、50億、まあ例えば彼が持ってたとしたら、うん、もういいだろう。もう無償で。いやいや、無償じゃなくていいよ。まあ、10億とか15億とかで来てくれてもいいだろっていう話で、うん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 、で半分残るわけだから。そうですよ ね、うん、57億になるわけ貯金がもう全然いいですよね。まあ、いいだろ。5億もなんも。いやいや、5億も生きていくのにそんなに贅沢したってしょうがないから、うん、ですよね。ゆたさん、じゃあこれ契約として例えば向こうのシーズンが始まったら僕帰りますけれども、うん、その間だったらいてもいいですよっていう契約も巨人としてはありにした方がいいんですか。
いやそんな中途半端なことされたら舐められてるとしか、腰掛けて来られるんだったらやめといた方がいいよ。あ、じゃあ今年フルシーズン、今年はいますっていうふうにちゃんと断言してくれない。それじゃない、いやアメリカが始まりましたから帰りますよね、うん、じゃあさよなら、え俺ら何だったのみたいなそうです、恋人に振られたような気分だよ。いやもう本当完全にそうですよね。そうですよ、あれいつの間にか出てっちゃったよみたいな、そう向こう来ちゃった。いやそんな失礼なやつじゃないよ、うん、ハーパーは。じゃなかったらそういうこと書かないよ、うん、やっぱちょっと本気度があるのかなっていう。だからもうお金じゃないんだよ、やっぱキャリアを残したいんだとか、やっぱ体を動かして野球をやりたいという純粋な俺は気持ちだというふうに取ってあげた方がいいと思う、はい、なるほどね、うん、じゃあ最後に豊さん的には、はい、このハーパーが巨人に来てやる確率というのはどのぐらいでしょう。わかんねえよ、そんなそんないきなり出てきた記事に対して何のあれもなくこの記事で何パーセントですよって言われる、うん、その強引なやり方、うん、終わります、はい。